皆さんこんにちは。本日も FF16 の動画を撮っていきましょうか。で、内容としましては、過去の FF シリーズの開発人数について、さらに公式からね、重要な告知がございまして、で、こちらですね、〇〇とコラボをすることが決定したと、これ FF14 じゃないよ。他のものとコラボするということがですね、決定しまして、まあ、そこについての公式告知がございましたから、こちらを取り上げていこうと思ってます。で、それプラス、まあ、時間があればね、FF16 の足元の状況、そこについても触れていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まずはですね、こちら見ていただければわかる通り、各シリーズ、まあ、特にターニングポイントとなった、ナンバリングタイトルの開発人数のデータというところで、こちら、公式情報として上がっておりますので、こちらについて触れていきましょうか。で、まずはですね、ざーっと見ていきたいんですが、まず初代の FF っていうところで、なんと合計5人で最初、開発を担当されていたそうです。なんかそれを考えると、まあ当たり前っちゃ当たり前ではあるよね。まあ当時この FF の初代が出た時代っていうのは、ゲーム時代が一般的ではなくて、なんだろう、ゲームって、なんだろう、ニッチな、そういった印象がかなりね、当時あって、まあそれこそ子供は子供の小学生ぐらいしかやらないみたいな時代だったんですよ。まあ当時のその時代っていう背景もあるんですけど、ゲームも一般的じゃないし、で、あとそんなに売れるようなもんでもないし、あとゲーム会社自体も少ないし、まあそういった背景もあって、合計5人で始まったプロジェクトが、このファイナルファンタジーって呼ばれる IP となっております。まあ本当に黎明期、立ち上げ期っていう感じでしょうか。だからまあ本当に、まあ当時はスクエア・エニックスって分かれていたんだけどさ、まあスクエニの、まあ、黎明期っていうところで、まあこういった時代もあったんだなっていうのが、これを見てみると分かりますよね。はい。まあそういったね、FF 開発陣もね、どんどん進化を遂げていきまして、時代の変化とともに、どんどんゲームも人気が出てきたと。で、FF4 の時代にはなんと、合計64人、なんか任天堂64と、ちょうどね、これなんか発売時期が被ってるっていうところもあって、なんかちょっと、なんだろう、感じるものがあるけど、まあ64人っていうところなので、まあ短期間で12、3倍の規模にね、成長したと。で、こことここの間がね、多分数年ぐらいしかないから、実際問題。まあ言っても10年近くあるのかな、こことここの間っていうのが。まあその短期間っていう言い方がちょっとね、どれぐらいね、妥当性があるのかっていうところはあるんですが、ね、わずかな期間で成長した、そういった IP となっていたということですね。で、この FF4 の時代に本当に RPG といえば、ファイナルファンタジーと当時呼ばれていたみたいで、まあそもそも当時ね、生まれていた方がどれぐらいいるのかわからないけど、まあ自分も含めて生まれてない方が大半な感じがするけど、ただね、当時は本当に RPG イコール FF、スクエニみたいな印象がね、とても強かったそうです。で、そこからまあ時代が流れ、5、6が出て、で、4、5、6って、まあ、ストーリーは全然違うけど、ゲームのベースはね、ほとんど変わってなかったんですよ。で、スーファミで出てかなり人気を博していたという状況だったんですが、ただここからガラッと変わる、その時代が FF7。で、本当に6と7ってね、全く違うゲームなんですよ。もうなんか、1から100で言うと、本当になんか全然違うみたいな、何があったみたいな、俺たちの知ってる FF じゃねえぞみたいな、そういった意見がね、当時、飛び交っておりまして、まあそれはいい意味でね、飛び交っておりました。で、なんとこの時代には400人以上の方が、関わっておられまして、で、プレステでね、FF7 で出たんですよ。で、このタイミングで結構そのムービーがね、流れたりとか、あとはそのストーリーがね、より、なんだろう、重くなったというか、濃密になったというか、まあ、すべてがね、もう完成された作品となったのが、この FF7 ですよ。ストーリーもいいし、キャラデザもいいし、で、キャラクターの設定もいいし、BGM もいいし、で、あと、グラフィックも当時では最高レベルだし、で、あと、ボリュームもあるし、もう何もかもがすごい。もう FF といえば、RPG の王様。ドラクエもすごいけど、やっぱり FF だよねっていうところで、当時ね、国内のゲームの売り上げも FF が1位でした。っていうところを考えたときに、
やっぱり FF ってすごかったんだなっていうのを実感しますよね。まあ厳密にはポケモンが出たとしてはポケモンに抜かれてはいますけど、ただまあポケモンがいなかった時代というか出なかった年は FF が基本的には首位を取っていると、そのような状況でした。でそこからまあ時代が流れまして、で FF10 の時代か、まあ、ここもね一つの変革期と呼ばれておりますが、合計では500人超えが携わっているという状況ですね。で FF13 では1000人超えて、で FF15 ではなんと驚異の2500人というところで、まあ、どんどんシリーズが進むにつれて業務効率化とは真逆の方向を行っていて、逆に人数が増え続けて、まあ、とんでもないことになっていると。で FF15 も当時なんかものすごい人件費をかけていたので、これ本当に大丈夫かよっていうことが言われておりましたが、ただ最終的には全世界で1000万本以上売れたビッグタイトルとなりまして、まあ内容自体はね結構批判を浴びておりましたが、失敗したって言われておりましたが、ただ売上本数見てみると相当優秀なんですよね。だからまあこれだけの人を割いた意味っていうのは当時あったのかなというところでございます。ただ一方で FF16 に関しましてはこちらですね、 FF15 をさらに上回る今のところは推定で3500人から4000人程度が下手すると関わったんじゃないかということが言われていて、開発費に関しては吉田 P もねこれ開発者インタビューでたびたび触れておりましたが、正直ねあまり意識をしたくない、考えたくない内容っていう発言などもございました。開発費は歴代でも最高、なおかつ FF15 も相当かかっていたと言われておりましたが、それをはるかに上回るっていうことが予想されていて、吉田 P もですね開発費はもう青天井でもうつぎ込んでいたと、もう関係なくね金を使っていたということですね、発言もされておりましたので、で FF16 ってなんだろう、この FF4 以降だと今のところまあ歴代最低の本数で今推移してるから、ペース的にもまあそういったところを考えると採算取れているんだろうかっていうことがですね、今ファンの間では不安視されているというところです。まあこの不安視っていうのがどういうことかというと、やっぱりその FF16 の状況によって、まあ、今後のダウンロードコンテンツであったりとか、まあ、FF シリーズそのものがね変わっていく可能性があるわけで、それこそ17、18と、まあ、続いていくっていうことが予想されるからさ、まあ、そこの開発状況とか開発の体制っていうところにもね影響がかなりあると思うので、まあ、そういった意味ではね FF ファンの間では結構気にされているところみたい。まあ少なくともね現時点では赤字である可能性が高いということが言われていて、まあ少なくともまあ売上本数で言うと500万は最低売れないと黒にはならないんじゃねっていうことが、掲示板とかネット上では結構言われてますね。まあ、あくまでこれっていうのも推定なので、まあ実際問題どうなのかっていうところは分かりませんけど、まあ決算が出たらそのタイミングで分かるんじゃないかなっていうところですね。まあ、決算がね、ちょっともうそろそろ出るんじゃなかったっけ？四半期でも出てんだっけ？まあ、多分そこで FF16 触れられることになると思うんですが、どうなんだろうね。ただ四半期決算って言っても6月30日で締め切られちゃうからさ、FF16 出たのが6月22日だったから1週間ぐらいしか入ってないので、まあ、正直なんかあんまり四半期決算ではここ触れられないんじゃないかなと思っていますが、どうでしょうか。まあ、開発費のところは触れられるのかな、どうなんだろう。まあ、そんなところでこういった状況になっております。で他にもですねちょっと触れたい内容がいろいろあったんですが、もうちょっと時間が結構経ってしまっておりますので、ちょっと一旦動画終わりましょうか。お疲れ様です。はい、まあ、ぜひねこのデータを見て皆さん率直にどう思いましたか、ぜひコメント欄でコメントをお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょうか。バイバイ、じゃあのー。